モーター、テラモーター、頑張ります。うん。全然動けなかったっす。動けなかったでしたね。体力面がちょっとやばいです。走り込みます。走り込んでマジでやばい、本当に上手でしたね、7番の人。うまかった、本当にうまかったです。負けてらんねえ。チーム全体的にちょっと若い選手が多かったんで、やっぱそこ、まあ、コミュニケーションもそうだし、やっぱそういうサッカーっていう面でちょっと難しいところがいろいろとありました。やっぱオーストラリアのサッカーを知ってるなっていう感じのプレーでしたね。すごい上手かったです。球際の部分が相当激しいんで、やっぱ怪我には気をつけながらやりました。今日の感想、まあ、とりあえず練習試合をつけて勝ったんで良かったです。